はい。ぬめおこと姫おちゃんなんですけど、姫おちゃんがどうやら2週間前くらいから動かなくて、お亡くなりになっちゃったみたいですね。やっぱ卵を産んで次世代残して終わりだったのかな。ぬめおこはまだなんとか生きてますけど、割と元気そうに見えるんだけどな。姫おちゃんの動きが鈍くなってるっていうのはやっぱ弱ってたんでしょうね。なんか寿命1年だから多分そろそろ寿命だったんだと思うんですけど、そっか、殻もボロボロだったのかな。あれでなんか端の方は確かに、ちょっとボロボロのような気もしてたんですけど、でせっかくだから標本にして残したいと思います。カタツムリの標本作ったことないんで見よう見まねですけど、ちょっとやってみたいと思います。もう死んで2週間経っちゃってるから肉が収縮してうまく取り出せないかもしれないな。普通カタツムリの標本作る時って生きているやつを茹でて肉を取り出すらしいんですけど、このこれより奥に肉があるから取り出すの大変そう。待ち針でちょっとやってみます。熱湯につけるの数十秒らしいんですけど、どんぐらいにしよう。20秒とかつけて意味あんのかな、死んでるやつを。沈んだ。20秒経ったからちょっと上げてみます。湯だったんかな。生きるんかな。細かい作業苦手なんだな。ボロボロになってる、ボロボロになってるな。あ、でも取れたんちゃう？あ、取れたわ。ヒメオカモノアラガイは巻いてる部分が少ないから取り出しやすいのかもしれない。普通死んでるやつはこの巻いてる部分の奥に肉が残って取り出しづらくなるらしいんですけど、多分取れたよな。残ってるかな？残ってるか、もしかして。取れてないな。どうしようかな。いや、なんか残ってるかな。残ってるな。でも何回かこう、お湯の中で転がしてたらちょっとずつ出てきてる気がする。あんまりお湯につけると変形しちゃうとかあるのかな。 DNA 取るときはあんまり熱湯つけすぎると DNA が壊れちゃうから時間短い方がいいみたいですけど、私は別に DNA 取るわけじゃないから。だいぶ肉取れたけどやっぱ残ってるっぽいな、この黒いやつ。同じ成分なのか知らんけど、茹でたサザエとか貝みたいな匂いがするあと先端の方に黒いちょぼってゴミが見えると思うんですけど、それだけ取れたら綺麗に取れるのかな。ちょっと流水で流してみます。やっぱ黒いの残ってますね。まあとりあえずこれで乾燥させてみます。水洗いとかしてからもう1ヶ月以上経っちゃったんですけど、まあ乾燥したのでちょっと標本みたいな感じで作ってみたいと思います。標本箱ないから100均で良さげなケースを買ってきたので、この中に入れたいと思います。Thank you.
麺敷いて、ここは開いてる方上、見えるかな、ラベルもどきには和名と学名と最終日、これは野菜についてきたから野菜の購入日を書きました。普通だったら昆虫とかだったら採集した日を書くんですけど、であと採集地と採集者も多分普通だったら書くけど裏に書きました。小松菜についてきたので、その小松菜が生産されてた市町村ぐらいまでしか書けないですけど、それを裏に書いときました。まあ自分用の標本だから忘れないように。よし、これでいいかな。本当だったら印刷とかした方がかっこいいのかもしれないですけど、鉛筆で書いておきました。水性とかだとにじんじゃったりするから、鉛筆の方が多分残ると思います。合ってるのかわからないけど、できました。次はなんか肉抜きもちょっとうまくできるようになったらいいな。せっかく残してあげるんだったら綺麗に残したいよね。